はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田亮でございます。昨日江東区の政治活動としてですね、亀戸駅前で、政治活動をやってきたんですけれども、東京地区支部長相変わらず募集しております。皆様よろしくお願いいたします。江東支部長藤川博明もですね、九条破棄を街頭で訴えておりました。私も豊島区で九条破棄今すぐにを訴えさせていただきました。で、まあ結構街頭でこれ言うの強いと私は思ってるんですけれども、まあまあ1割ぐらいはですね、通りすがりの連中の1割ぐらいは強烈な左翼もいると思いますんで、結構強いいいことを街頭で言ってんな。通りすがりの腹立てたじいさんに殴りかかられたらどうしようなんてちょっと心配しておりましたけれども、今んところですね、私も藤川も殴りかかり られません、ておりません。連中ね、武力放棄戦争反対の九条をですね、殴って守らせようっていう矛盾感じないのかな。いかにも殴ってきそうじゃない、あいつら。立川でですね、こっち側が凱旋してたら、なんかタックルされたとか、表現の自由だって言いながら、高齢者にタックルかまして、骨盤、骨折、そんな事件もありましたけれども、平和を叫びながら、武力闘争っていうですね、矛盾ですよね、あいつらね。まあ、私か支部長が殴りかかられたら、それこそいい証拠になるわけでね。4月10日、岸田総理、エネルギー高騰の可能性について、平和秩序を守るための正念場であることをご理解いただいて、国民の皆様にも引き続きご協力をお願いしていかなければならないと。まるで、自分はお願いしたくないんだけれども、お願いしていかなければならない、マストな状況である。どこまで人事なんだろうな、この人な。またお願いして、またお願いしてやれよ、お願いばっかり。なんかロシアのせいでっていうですね。ネットの反応です。無能すぎる、お願いばっかりしやがって。トリガー条項は使いません。こんな事態でも減税するつもりはないのか。早くガソリン税やめろと。やっぱ無能だったのこいつ。落選しねえかな、このバカ。早く原発再稼働しろ。原発動かせばいいだろう。やれることやってからお願いしろよ。何もせずに国民に我慢を押し付ける無能ぶりと。何もやってねえんだもんね。なおですね、いくらガソリンが値段上がってもですね、トリガー条項は発動しない方針だって、こちらも報道で出ておりましたけれども、トリガー条項は発動しない方針で調整かなんか書いてあってですね、ネットなんです。トリガーの意味なし。トリガーって引き金って意味ですからね、引き金。ですんで、ある条件が来たらガチャーンと引き金引いて減税しるっていう、そういうものなんですけど、トリガーの意味全くないですね。さまさまやる気ないんだろう。田舎だと死活問題。私もいわきに住んでましたんで、いわきぐらいだと一家に一台車必要なんで死活問題ですよね、これね。日本のガソリン価格は異常。ワクワクなんとかよりもガソリンの方が先だよな。全くだ。死んでもやらない減税、死ぬ気で増税、税金は絶対下げないまん。海外には金ばらまくくせに。このままだとスタグフレーション来るよ。役に立たねえ条項なら廃止しちゃったら、何でも先送りと検討で実績ゼロ。年金世代に年金もらってるのに上乗せして5000円という話もいつの間にかなくなっちゃいましたね。なくなっちゃいましたね。決して引かないトリガー、引き金ならトリガーの意味ねえよね。そんな条項廃止しちまえよ。あとね、ガソリン税にさらに消費税かけることがまかり通っちゃってるけど、それ二重課税じゃないんですか？ NHK の深夜訪問 OK と同様にですね、
これは訪問販売なんかだと、8時以降の訪問なんかは厳しく、禁止されておりまして、違反するとですね、まあ、懲役もあれば業務停止命令もあれば、 NHK はですね、総務省がわざわざ NHK はいいんだよみたいな決まりを上から追っかぶせちゃって、夜中の1時に行っても2時に行っても、特段のお咎めはないんですよ。ただですね、面談を強要した、まあ、義務のないことなんで、 NHK 出勤にと話しすることは放送法でも何でもその他の法律でも一切そんな法的義務ないんです。ですんで面談を強要されたら強要罪ですんで、そっちの方で引っ掛けられますけれども、これ知らない人が多いんで言っていこうかなと思ってます。わざわざ総務省が NHK は夜中に行ってもいいですよっていう法律省令って言うんですけど、それね作っちゃってね、そのおかしいよな。ガソリン税の二重課税とですね、 NHK の深夜訪問 OK、 おかしいっすよね。あとおかしいっちゃえば、世界唯一外国人に生活保護やってるし、世界唯一留学生を超優遇してるし、世界唯一9条なんつう武力放棄の憲法があるし、決して引かないトリガー条項があるし、もう贅沢言わないから、普通の国でいいんだよ、普通の国で。こんなね世界唯一ばっかり並んでるの、とってもとっても普通の国じゃねえから、日本は、帝国は。ですからね、普通に戻しましょう、普通に。何もね、素晴らしい国にいきなり目指そうってはよく書きませんので、まずは地道にね、段階的にまずは普通になりましょうよと日本改革党は訴えさせてもらってですね、バカな岸田を操ってですね、シャニムに増税を進める財務省の官僚どもなんですけど、お前らの孫も重税に苦しむんだからな、よく考えるよ。東大出てでもバカバカなんだな、お前らな。お前らの子孫が重税に苦しむんだな。今すでに 48.1% 実質税負担率。こんな国ねえから、こんなに負担が大きいさ。まあね、国民健康保険税とですね、国民年金っていう他の国にはないのがありますから、こんな重くなっちゃうんですけれども、こんな重税、徴収、多大な徴収にあえでる国ねえからね。財務省の官僚バカだよな。おめえら自分では俺はなんて頭いいんだって思ってるかもしんねえけど、バカなんだわ本当に。テレビ番組で立憲小川淳也、防御は最大の攻撃という言葉もあるで、自信満々言っちゃったらしいです。一度はてな、防御は最大の攻撃攻撃が最大の防御だったら聞いたことありますよね、ネットの話。そんな言葉ねえよ防御しても攻撃にはならんやろ。防御はどうやっても防御だろ。バカすぎて笑える。こんなバカが議員でいいの。攻撃は防御を兼ねるけど、逆はなーい。立憲の知的レベルが低すぎる。変な日本を作ってんじゃねえ。これ日本はあまり得意じゃねえのかな、小川淳也ってね。最近ね、維新民民以外の特定野党をですね、論外野党って呼ぶらしいっすね。論外だから。もうどうしようもねえから、立憲共産社民令和のことでしょうか。このバカなことですね、自信満々で言う小川に投票するバカもいるってのがショックであります。比例復活でしたっけ、こいつ確か四国の方の選挙区じゃなかったでしたっけ。そんなバカ小川なんですけど、立憲の中ではマシな方らしくてですね、驚くことに立憲の新人議員相手に政調会長としてスピーチ上達法を
教えてんだって防御は最大の攻撃とか言っちゃくせに、社会は言葉でできているとか言って新人にスピーチ教えてんだって、じゃあもっとダメじゃん。自分では変な日本語作っちゃって言ってんだから言葉でできてんだったらなおさらダメなんじゃあと思うんですけども、社会は言葉でできてっからどうなんだって話ですよね。そんなね、スピーチ上達法だっつってそれ教えられた議員もなるほどって思うんですか思うんですか。よくわかんない話だよね。まあ立憲内では小川がマシな方というショックな事実が判明したところで、豊島区の立憲議員にもですね、一人とんでもないバカがいまして、私のあの懲罰委員会でですね、議員に権力なんかないと考えているなんて言っちゃってですね、もちろんね、あの100倍返しでやっつけ、解きましたけれども、そちらの方も動画に上がってますんで、よかったら過去動画見てください。岸田もバカだが、立憲はそれを上回るバカなので、安泰ですね。参院選ね。参院選であの自民がそこそこ負けて、ほどほど負けて、岸田が引責辞任っていうのが希望なんですけど、まあ論外野党が議席を伸ばすことはもうないな。維新と民民がそこそこ伸びちゃって、自民のあの議席削るのかなって思ったりなんかしてね。東京会場など、損保企業がロシアでの保険業務停止を発表。日本企業のロシア事業継続が困難に。これどうすんだろうね、あのサハリンとかで石油掘ってる三菱とか重工系の会社どうすんだろうね。できんのかね。ネットの反応です。はい撤収、さっさと撤退しろ。儲けをルーブルでもらっても無意味だぞ。ハイリスクノーリターンの世界、平和ボケしてないで早く帰ってこい。そもそも事業継続すんなよ。ロシアに関わったら負け。近々政治活動デビューするですね、佐藤圭介北区支部長が実はあの損保のプロでして、あの交通事故関係ではなくてですね、あの例えばクレーンが倒れたりであるとか、高いとこからあのパイプ落っことしちゃったであるとか、まあ、工事関係の損害保険、扱ってるみたいなんですけれども、大きな工事はリスキーですもんね。クレーン、このクレーンは絶対倒れないっていう、ことも言えないし、ロシアから損保が撤退っていうことなんですけど、保険料、ルーブルでもらってもしょうがないもんね。まあ当然っちゃ当然の話。期間中の保険料を返却してですね、とっとと撤退、期間が半分残ってますんで、半分を返しします、保険料。つってですね、まあ、とっととって言ったりと。意地でもロシアに残ろうって企業はですね、無保険で頑張るようになるけど、そんなこと可能なのかな。サハリンで石油掘ってる三菱重工。まあ、このぐらい巨大な企業だと、いざという時のあの損害金払いそうですけどね。まあ、あの、損切りして撤退してこいよって、どんな目に遭わされるか。身ぐるみ剥がれっかもしんねえんだしね。ロシアがウクライナでやってることはそういうことをあのせっせとやってるみたいだしね。ということで、東京地区支部長大募集しております。ご応募ください。デトックスジャパン。